始まりました。令和3年度自衛隊統合演習と多国籍軍の軍事訓練です。今回はこの軍事演習を詳しく見ていきます。中国を念頭に置いた統合演習ですし、他国との相互運用など、今後中国に対して圧力をかけていく軍事演習となります。それにしても、今回の軍事演習はすごいことになっていますよ。中国は内心ビビったでしょうね。2021年11月は19日から陸、海、空3自衛隊とアメリカ海軍、海兵隊、空軍が参加する令和3年度自衛隊統合演習と21日から海上自衛隊とアメリカ、オーストラリア、カナダ、ドイツの各海軍が参加する合同軍事演習が行われている。いずれも終了予定日は11月30日までで、日本の周辺の陸、海、空を舞台として参加する各国軍、および3自衛隊内での相互運用、相互連携がテーマに掲げられており、尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛に向けた取り組みだといえる。前者の令和3年度自衛隊統合演習とは、陸、海、空3自衛隊が2019年以来の実動演習を行うもので、これにアメリカの海軍や海兵隊、空軍も参加し、離島防衛、奪還等に即した演習内容が予定されていることがわかる。演習の実施場所は、鹿児島県の種子島、長崎県の津多良島、および自衛隊と在日アメリカ軍の訓練地を含む複数地域とされており、現場部隊は陸、海、空3自衛隊から合計約3万人、各種の艦艇10隻、航空機140機、約1900両の車両が参加する。種子島での演習の中心となる部隊は陸上自衛隊の水陸機動団で、これらが海上自衛隊の輸送艦国東等からヘリボーンや上陸用舟艇を用いて敵前上陸を想定した内容で各種の訓練を行うものとみられている。鹿児島県の航空自衛隊の鹿屋基地からは輸送機に陸上自衛隊の隊員を乗せて種子島に向かい、パラシュートで降下させる空挺作戦の訓練も予定されており、かつアメリカ軍の地対艦ミサイル部隊も同期基地に同時展開する模様だ。本来であれば、水陸両用の上陸作戦といえば、まさにアメリカ海兵隊の代名詞的な活動内容だと思われるのだが、種子島を舞台にこれを陸上自衛隊の水陸機動団と共に行うことは今回はなく、個人的には反対範囲の配慮ではないかと感じられる。こうしたミサイル部隊による対空対艦戦闘の訓練や後方部隊の兵站の維持防衛やサイバー戦電子戦、また航空機による防空戦闘や追艦戦闘など非常に多岐にわたる統合的な軍事演習であることが報道内容等からも想像できる。興味深い点として、こうした自衛隊やアメリカ軍の部隊のみならず、鹿児島市の鹿児島港、入り表市の入り表、港奄美市の名瀬、港島への民間の船舶を用いた部隊の輸送やヘリコプターでの急患の医療機関への搬送等も予定されていることが挙げられる。それでもアメリカ軍の今回の令和3年度自衛隊統合演習への参加人数はおよそ5800名規模とも言われており、決して少なくない人数を動員していることが見て取れ、南西諸島の防衛が重要視されていることの証左とも言えそうだ。こうした内容から伺えるのは、中国海軍の艦艇や航空機の接近阻止と、仮に南西諸島方面への上陸を許した場合の反抗作戦を睨んでいることであり、
その実現のために持てる戦力の練り度の向上を期としていると受け取れる。後者の海上自衛隊とアメリカ、オーストラリア、カナダ、ドイツの各海軍が参加する合同軍事演習は、1年おきに開催されている大規模軍事演習であり、特に、今回は、中国海軍との対潜水艦戦闘を想定した内容のようだ。海上自衛隊で、最大規模の演習を標榜するだけに、同隊の各種艦艇約20隻と、各種航空機約40機が動員されており、今回は、これに、アメリカ約10隻、オーストラリア2隻、カナダ1隻、ドイツ1隻の各国海軍艦艇が加わるものとみられている。具体的には、海上自衛隊の護衛艦が出雲、村雨型、今妻、朝霧型、山霧、村雨型、春雨、高波型、大波、秋月型、照月、金剛型、霧島、鳥海、朝日型、朝日等だ。アメリカ海軍は、ミニッツ級航空母艦、カール・ビンソン、タイコンデロガ級巡洋艦、レイク・シャンプレイン、アーレイ・バーク級駆逐艦、ストック・デール、ヘンリー、J、カイザー級給油艦、ラパハノック、ジョン・エリクソンが予定されている。オーストラリア海軍からは、ホバート級駆逐艦、ブリスベン、アンザック級フリゲート艦、バラムンガ、カナダ海軍からは、ハリファックス級フリゲート艦、ウィニペグ、ドイツ海軍からは、ブランデンブルク級フリゲート艦、バイエルンが参加するとみられている。これら日本、アメリカ、オーストラリア、カナダ、ドイツの5カ国で、多数の艦艇が集結した合同演習では、開催に先立って、海上自衛隊の P1 哨戒機に続き、アメリカ海軍の P8 哨戒機、FA-18 および F-35 ライトニング2C 型戦闘機等が、編隊を組み飛行する様子が報じられた。アメリカ海軍は、慣例に基づき、存在の秘匿が条件となるために艦名は明かされていないが、当然、航空母艦、カール・ビンソンの空母打撃群を構成する攻撃型原子力潜水艦も随伴させていることが予想されている。今回とは別に2021年に実施された合同軍事演習でも、日本とアメリカとオーストラリアの3カ国は複数回の演習実施を経てきており、相互の運用能力の向上を目指しているが、ここにカナダやドイツも加えた形で進められたとみなせる。これは、インド太平洋地域におけるアメリカを中心とした西側諸国の連携を強化するもので、同地域における制海権の確保を目指し、中国海軍の潜水艦を封じ込めて、各種の戦力の投射を容易にすることを目的としたものだろう。特に今回珍しいと感じられたのは、ドイツ海軍から、ブランデンブルク級フリゲート艦、バイエルンが1隻とはいえ、参加を果たした点であり、実に、日本周辺海域での合同軍事演習への同国艦艇の参加は、2001年以来、20年ぶりのことである。ブランデンブルク級フリゲート艦、バイエルンは、1994年から4隻が就役中のドイツ海軍では、最も新型のフリゲート艦の3番艦で、満載排水量4900トン、全長 138.9 メートル、全幅 16.7 メートル、喫水 6.8 メートルの規模を誇る。バイエルンは、今回の5カ国による、合同軍事演習の前に、11月4日から5日には、日本の南方にあたるフィリピン海上で、海上自衛隊艦艇との個別の軍事演習も実施しており、この後、一旦東京湾に入港しており、これに合わせ、ドイツ海軍幹部も来日していた。ただし、ドイツのこのバイエルンは、日本だけでなく、
今回の太平洋への航行中に中国への入港も打診していたとされ、経済的に中国との結びつきが強いドイツは全面的に対中国包囲網の一員にカウントしてよいともなかなかに言いづらい。しかしドイツのバイエルンの中国への寄港の意向は今回は中国政府側から断られており、実現こそしていないものの、ドイツの政治的な親中路線が強固なことがうかがえ、長期にわたったメルケル政権の退陣後の同国の動きにも注視が必要だと言えよう。アメリカやイギリスの技術支援を仰いで、オーストラリア海軍が攻撃型原子力潜水艦の保有に舵を切ったことが注目を集める昨今だが、同時にオーストラリアは中国への石炭輸出も再開しており、こちらも対中国包囲網に与える影響が懸念される。